激戦を制し、マダラに八尾を引き渡すことに成功したサスケは、ついに復讐の矛先である木ノ葉隠れに向け進行を開始する。よりをかける一行。しかしその行動は内葉マダラがもたらした新たな情報によって変更を余儀なくされる。マダラの情報、それはイタチを陥れた首謀者団蔵が木ノ葉の六代目火影として鉄の国の五影階段城に向かっているというものであった。サスケは目標を団蔵に定め、鉄の国に向けて走り始める。そして厳重な警備が敷かれる中、サスケたちは五影階段城に侵入を果たす。しかしそこで待ち受けていたのは、怒りに震えるキラー B の兄雷影と、かつて互いが敵として激突した風影ガーラであった。弟の敵小僧、運河の凶を教えてやる。サスケ、一人の世界に逃げ込むな。帰って来られなくなるぞ。元より帰る気なんかない。俺にあるのは復讐の道だけだ。戦闘開始。止められるものではない。雷影とガーラの猛攻を退けたサスケは団蔵のもとへと急ぎ走った。騒然とする階段状を駆け抜け、ただ団蔵を狙うサスケだが、その道を再び影の二人が阻む。水影と土影、五影としてサスケの行いを戒めるため、その強大なチャクラを持って殲滅にかかるのだった。いい男なのにもったいないわ。お前に恨みはないが、
忍びの皆が死を望んどる。俺の邪魔をするな。戦闘開始。熱くなってきたわ。残念だけど、溶けてもらう。断層だ。これ以上邪魔をするな。水影と土影の両者をも退けたサスケは、会場から逃亡を図った断層を追い、ついに鉄の国の外れで恩敵と対峙する。イタチを操り絶望を与えた兄の仇、これまでにない怒りがこみ上げ、憎悪の瞳が断層を捉える。黒い衝動を溢れさせるサスケと忍びの闇に生きる断層、共に闇を抱く二人の激突がここに始まった。お前がイタチよ、なぜこんな奴を残したのだ。イタチ、こいつはお前唯一の失敗そのものではないか。それ以上お前がイタチを語るな。戦闘開始。
サスケの像は団蔵の意志を凌駕した。団蔵がいかに策を講じようとサスケは団蔵の上にあった。狂人は仇を捕らえ、ついにサスケの復讐は一端を成し得たのだった。激闘が終わり、再び静寂に包まれた戦場。しかしその静寂は見知った顔の出現によって終わる。サスケの視界に入ったもの、それはかつての第七班、サクラ、カカシ、そして渦巻きナルトの姿だった。思いを寄せる者との決別、愛すべき弟子を討つ覚悟、それぞれの思惑が交錯する中、サスケとナルトは一歩ずつ近づいていった。一人は己が望む深淵の道を行くため、一人は己が信ずる道、その答えを見出すため。絡まぬ道の先にあるものは、今ここに互いの意志が激突する。サスケ、お前はこの葉は潰してやる。この俺の手で。